文教地区とは、教育。主に不動産広告では、学校、図書館、博物館などの施設が集まっている地域を指す。日本ではこのほか都市計画法第9条第13項に規定する特別用途地区で定義され、地方公共団体の文教地区建築条例により、指定された地域には、建築用途制限がある。外国の例では、 中部リトアニア共和国ビリニュース文教地区、ロンドンの文教地区ブルームスベリー、ラゴス、あと強い機械祭、クリーブランド東部の文教地区、ユニバーシティサークル、サンタマリアデベレン、キュウリュウツツミ、ロングウッド医療文教地区、オークランド、ウスキタスクバヤシ、アルトゥーナ地域文教地区、新京南霊地区、上海市民航空、 ラッセルスクウェアキャンパス、メキシコ国立実地大学文教地区などがある。日本では主に都道府県や市町村の条例により、文教地区指定を受けた地域における一部の業態の店舗の営業が禁止、または制限される場合がある。制限される業態は地区によって様々で、教育、学術機関の集約を重視し、住宅や事務所の建築すら禁止される例や、 病院が禁止対象に含まれる例などもある。以下に東京都の場合の例を示す。キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール、喫茶店などで風営法の適用を受けるものホテル、または旅館劇場、映画館、演芸場、または観覧場マーケット遊技場、遊技場級公害防止条例別表に、 掲げられていた作業を常時行う工場価値馬、投票券発売所、場外車券売り場及び価値船投票券発売所前、各号の建築物に類するもので、環境を害し、または風俗を乱す恐れがあると認めて知事が指定するもの。具体的には、以下の通り、共同住宅の主として重庫、または、重室のある木材橋に設ける、飲食店1以外の飲食店で、 1> 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び、第2種中高層住居専用地域に設けるもの。ただし、第2種中高層住居専用地域内に設ける、飲食店は、種類提供飲食店に限る神田駿河台二2丁目、東京都。ありがとうございます。